さあ今回、前回もう大変好評の豊さんのプロスピ動画ありましたけど、物申すやつ全部に物申してくる。いやいやすごい勢いだったな。で今回 OB セレクションがもうちょっと終わっちゃったんですけど、いや俺それがわからないんだよ。なんで終わるんだよ。もう終わりか俺は。いや常にやっぱ豊さんが言ったことでこれやばいなと思って引っ込んだから。俺のせいだよ。で今回ですね、このワールドスターセレクションっていうですね、今メジャーに行った選手たちもですね、また新しく出てきたんですけれども、豊さんさっきそちらの方の能力データ各選手見ていただきまして、ちょっと物申し足りないと物申したいという点がちょっとですね多々あったというのは、もう自分のことじゃないのに、いやほら別にコナミさんが嫌いなわけじゃないですね。改善者の立場、そうです、改善者の立場からのメスを入れるっていう、あくまでコナミさんはもう大好きです。そうですよ、手で見てください。はい、で早速ですね、目玉と言っていいんじゃないでしょうか。今回大谷翔平選手出てますね。はい、もう2015年の時の大谷翔平選手、でも素晴らしいですよ能力。まず球技 A、 制球 C、スタミナが A ということで、制球はあんまり良くなかったからね。でも9位が A のいくつだよ。 A の84ですね。これ何点満点なの、どうなの。まあでも基本やっぱ A なんかあれ80以上。 A は分かるよ、 A は分かるけど80何点。84ですね多分マックス。まあ一応99とかあるんですけど、その元々の能力でそこまでいってる選手いないです。いやでもさ、日本球界最速だよ、165キロ投げてる。それが90超えないの。厳しくないか。いやいやいや、バッターの方の大谷選手もありますね。弾道アーチスト、ミートミート A、 パワー A、総力 B。 いや俺も素晴らしい能力じゃないですか。あれこれ豊さんよりミート2多いですね。そうですね、豊さんよりはミートがいいです。いやちょっと待ってくれ、そこが俺は納得いかない。いやでもさ、確かに大谷もいいよ。いやいや A は A だよ。はい、でも大谷 A にするんだったら俺 A にしろよ。まだ言ってる。そうですね、ミートは大谷選手より自信あると。自信ある。おお、確かに豊さん79でしょうね。79は B でしたよ豊さん。なんで1足りないの。足は勝ってますから大谷選手。何？総力 B なんで大谷選手は。総力。はい。豊さん A でしたから。違う。俺はね、大谷の脚力には負ける。おお。あいつめちゃくちゃ速いもん。確かに足は速いっていうイメージも。いやめちゃくちゃ速いよ。俺多分屋敷と競争させたら大谷の方が俺速いと思う。ええ。俺がプロ野球入ってびっくりしたのが屋敷のまず足なんだよ。速さ。で今までその脚力を見たことはない。屋敷より速いの。でも大谷にそれを感じたんで。マジっすか。それを技術とすればさちょっと落ちるかもわかんないけど、ピッチャーやりながら無理もできないし。いやだけど総力的にこれはもう間違いなくやりたい。まあ他の選手もいるんでちょっと見ていきましょう。ダルビッシュ有投手、球技が A の84で、制球が B の76で、スタミナが A の84っていうダルビッシュ投手。まあスタミナあるね。いややっぱスタミナある。これはいいんじゃないですか。ダルビッシュは制球はいいよ。制球のイメージの方が強いですよね。制球はいいよ。これ B はないな。こっちのどっちかというと球技が勝ってる。ものすごくね器用なピッチャーだよ。いや本当ですよね。ダルビッシュを俺歴代のベストナインのピッチャーに入れましたね。いやもうめちゃくちゃ器用だし、スタミナあるし、勝負強いし。これも間違いない。いやーすごいな。はい、あと前田健太投手が来ましたね。はい、9位が B の79、制球 B の79、スタミナが A の83ということで BBA ということで、これはもう兄貴がもう怒りますよ。どうですか豊さん、前田健太。9位もあるよ。早いっすよ。ちょっと待って、150キロ投げて9位が B だとちょっと困るんだよね。でも9位っていうか9位じゃなくて制球は抜群。いや制球はすごいイメージありますけど B B、これもだから豊さんパターンです。あと1で A になるっていう。だから満員に見せたら俺みたいな発言する。見せたいっすね。俺が B かって絶対言うと A やろって言うかもしれないですね。これ各選手に見せて回りたいっすね。そうですね。実際どうなんだっていう。あっ、マー君正弘選手来ましたね。これはもう文句なしじゃないですか。9位 A の81、制球 A の83、スタミナ A の83とオール A です。これは納得ですよ。これはもう間違いないです。でもね、パ・リーグの角中か角中とかに聞いたら、やっぱマー君は速くてコントロールがいいって言ってた。うわー、もうだからなかなか打てないって言ってた。で他の投手もいろいろあるんですけど、あとは牧田投手牧田ですね。9位 B の75、制球が A の80でスタミナが B の70ということで。ただね、アンダースローでさ140キロ投げてたでしょ。ああ、そうだって。バッターからしたらめちゃくちゃ速く感じるんだよね。アンダー感じるのはね、牧田は一番インハイに、右バッターはインハイに投げれたピッチャーなんだって。だからまあそういう意味では制球はいいんだろうな。そこに投げ切れるっていうことから考えると。平野投手より。あ、平野。来てますね。9位 A の84、制球が B の76でスタミナが C の62ですね。はい。まあでもやっぱり中継ぎとか抑えるのやっぱり。まあ9位ももちろんあるけども、84あるでしょ。マー君が81でしょ。それもこれを見せたらマー君怒ると思う。あれみたいな。ちょっと待ってくれ。伊坂さん動画に載ってなかったですけど、タオさんのやつと見比べてましたもんね。確かに。お前余計なこと言う。タオさんよりは俺の方が打ったんじゃないか。ミートは自信あったっていうのを言ってましたけど。ちょっと小波さん。一回ちょっと乗り込んで、どういうそうですね、どういう基準なのかっていうのを物差しをこのやつぜひちょっともし楽しい動画にしたいので、ぜひもしよろしければそうですね、高木豊チャンネルで電話させていただきたいで、ちょっとお会いをしてちゃんと撮ってきたいよね。そうですね、ぜひお話をちょっと聞ければと。はい。もしよろしければなので。寛大な心で。よろしくお願いします。